空飛ぶ広報室は有川広による日本の小説。航空自衛隊の広報室を舞台に、不慮の事故からパイロット資格を失い広報室へ転属された主人公、空井大輔が経験豊かな先輩たちに囲まれながら広報官として成長していく様子を描く。書室は2010年の投稿電子書籍サイト、エブリスタで連載された。 東日本大震災の影響による観光延期を経て最終章あの日の松島を新たに書き下ろし2012年7月27日に原冬者より単行本が刊行された2016年4月12日には原冬者文庫より文庫版が刊行された2013年に TBS でテレビドラマ化された著者の有川博は 当時の空爆広報室の室長から、航空自衛隊を舞台に小説を書きませんかと持ちかけられ、様々な舞台を取材するも、広報室を舞台にすることが一番面白いと思い、本作を書いたと語っており、作中で稲葉理科が広報室の密着取材に至る理由と告示している。詐欺坂室長だけでなく、しかも当時の広報官の一人をモデルとしている。 当初は2011年夏の観光を予定していたが、同年3月11日の東日本大震災、発生に際して著者が観光延期を決意し、新たに航空自衛隊松島基地を取材して、震災対応エピソードを最終章、あの日の松島に書き下ろして2012年7月27日の出版に至った。2012年12月には雑誌、 ヴビンチのブックオブザイヤー2012で小説ランキング部門の1位を受賞。翌2013年には第148回直樹35章候補にノミネートされる。交通事故による負傷が原因で飛行機の操縦ができなくなりピーンになった戦闘機パイロットさらい大介に遠くいは航空爆料幹部広報室に転勤したばかりの新人広報官。 ミーハーで詐欺しなみの交渉術を持つ詐欺坂正史を、はじめ、画殺すぎて残念すぎる美人、ゆずきのりこや、詐欺坂ファンクラブ1号でゆずきをして曰く、風紀委員の牧広美、詐欺坂ファンクラブ2号のマイペースな俺様、片山和則、フォロー上手の指導担当、氷か哲博など、個性の強い先輩たちに囲まれながら、勤務をしている。そんな中、詐欺坂の命令で、 ソライは、テートテレビのニュース番組、テートイブニングのディレクターで、元報道記者だった、稲葉リカのアテンド役に命じられる。リカは勝ち気で上昇志向が強く、不本意な移動に不満を覚えている上に、自衛隊にいい感情を持っておらず、アテンド役のソライに挑発的な言動を取り、それを見かねたソライはついに、リカと衝突を起こしてしまう。ソライ大輔、不良の事故で、ピーメンとなり、 空爆広報室へ移動。タックネームはスカイ。稲葉理香、テイト TV の元記者。現在はディレクターとして空爆広報室に出入りしており、詐欺坂に稲ぴょんと名付けられる。詐欺坂まサシ。空爆広報室室長。どんな相手をも手玉に取ることから詐欺師詐欺坂と呼ばれている。ゆ月きのり空爆広報室唯一の女性であるが女を。 ステオスさんとして生きているため、残念な美人と呼ばれる。マキヒロミ。ユズキのおっさんのような行動を止める。風紀委員。ユズキの過去を知る。文庫版での名前はマキ。片山和則。俺様気質で、なぜか階級が下である日カをライバル視している。日カ哲宏。ベテラン広報官。昇進試験を受けず幹部の指導役に徹する。 2013年4月14日から6月23日まで毎週日曜日21時から21時54分に TBS 系日曜劇場で全11回で放送された。初回は21時から22時19分の25分拡大スペシャル。最終話は22時4分までの10分拡大放送。主演は荒垣結衣。原作では 航空爆量王官武広報室の空井大介二等空美が主役であるが、ドラマでは、帝都テレビ情報局の生活情報番組、帝都イ,イブニングディレクターの稲葉理科に主役が変更されている。航空自衛隊が舞台となる、初の連続ドラマであり、航空自衛隊の全面協力で撮影が行われた。第1話から第10話までは、 1> 第1話の冒頭シーンが2009年であるが、その1年後の2010年春から2011年3月11日の東日本大震災発生までを描いている。最終話は2013年を中心に描いている。主要人物防衛省、航空爆料艦武装無武装放出航空自衛隊百力基地、帝都テレビその他、ゲスト複数話登場の場合は括弧。 内に表記主人公が原作のソライ大輔から稲葉理科に変更されたこともあり、多くの設定などが原作と異なっている。その他、陸上自衛隊第302保安警務中隊 F-4EJ、RF-4E、U-125 RF、YS-11、e、U-4、E-767、T-7、e、F-2 などの部隊。 装備が本編で確認できる自衛隊シリーズありがとうございます。